大河ドラマで取り上げてもらったらどうでしょうか。誰をですか。中継さんってことになると思いますけど。中継さんって誰ですか。え、伊能忠敬。全国を歩き回った。それだけでこれだけのものを作ったんだよ。北海道ちょっとずれてますよ。今なんつった。大河ドラマ伊能忠敬を作ろうとしたら、伊能忠敬は日本の地図を完成させてない。え、では今しばらく伊能先生には生きていていただきましょうか。愛はいつもこの国の正しい姿をきちんと形にすることが異国から身を守る初めの一歩。名もなき人々が歴史を変えた実話の物語。どうか伊能も連れてってくださいな。たどり着く道が超越至極に存じます。大河への道。すっげえ話。